はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の図形シリーズ第12弾をお送りします。で、今回ここにある4問ですね、やっていきますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、いつも通り画面下げますんで、お待ちください。で、また問題用紙ね、外しちゃいますけど、ツイッターの方とかでもね、アップしてますんで、見てみてください。ちょっと行き過ぎたな。これでいいか。で、今回の問題はですね、ツイッターで、リクエストをいただいたやつを使わせてもらいました。はい。よし、じゃあ行きましょう。で、この図形ですね。この図形使っていくんですが、まず、簡単に言うと、AB が直径の半円ですよ。AC 直径の半円、CB 直径の半円が、よく出てくる形なんですけど、この形。となっていて、AB が12。全体でね。なんちょっと、ここで書いとこうか。ここ6センチです。となっております。で、今ちょっと斜線はつけてないんですけど、形からすると、フリーハンドなんで、許して。ひどいな。こんな形の、ここの部分のまず面積からいきます。で、これはですね、パズルゲームみたいに考えてしまった方が早くって、ここ切り取ります。ここね。切り取って、ここにはめ込んじゃおうよっていう。こう持ってきて。そうすると、求めたい面積は結局、ここの半円になるから、そう考えた方が楽だよねっていうパターンです。これ出たら絶対楽。なので、半円の面積ね、求めればいいから、まず、この、半円の半径6だよね。6。だから、半径かける、半径かける、パイ。これがまず円ね。で、それに半円、半分だから、2分の1をかければいいと。で、3636なんで、約分して、18π。で、面積なんで単位つけるんであれば、平方センチメートルと。まずこれで終了となります。今回も色交互にいきますかね。で、次、周の長さですね。あとはもう一回書こうか。許したもう。はい、これですね。で、周の長さなので、結局、ここと、ここと、ここの、3つのパーツに分けて考えます。ちょっと番号振っとこうか。1、2、3っていう。で、それぞれを出して全部くっつければできますよっていう。周だからね。で、いけるんですけど、本当はね、多分ね、知ってる方は速攻解けるんですけど、一応ちゃんとやります。で、2番。まず1のパーツです。これは、半円。もともと大きな円ね。さっきと同じです。半円の周の半分なので、まず円周の公式。円周は直径だからね、使うの。で、今、ここの長さが6です。こいつ、もともとここに、こうやってあるんだけど、この円の直径は12だよね。だから、直径かける、π、かけるそれの半分なんで、2分の1。となって、1のパーツは 6π になります。1のパーツはね。で、2と3それぞれで考えてもいいんですけど、これ、2と3を、ちょっと出そうか。こいつとこいつをくっつけたら綺麗な円になるんですよ。だからくっつけて考えちゃうとか楽だよねっていう。で、2と3、円にした時にこうくっつきました。結局直径使いたいんで、こうなるんだよね。パーツとしては、ここ。直径って6じゃないですか、ここの。だから、直径かける π。で、今半分とかなってないんで、このまんま 6π になります。で、これが2と3のパーツね。で、1のパーツ、2のパーツ、3のパーツ、全部くっつければいいから、この 6π。2つ足せばいいから、答え 12π。で、周だから、センチメートル。これで終了になります。で、最初に、知ってれば一瞬で解けるよって言ったのはですね、この形。もう一回こうか。ひどいな。最後が一番ひどかった。この形ってね、本当によく出てくる問題で、この周の長さっていうのは、これ覚えちゃってもいいんですけど、これの周の長さって、これは円周と一致するんです、これと。ここね、今出したここの周はここと一致するの。
まあ、だから、ここのカーブが、これの半分と同じっていう状態なんですけど、だからそれを知ってれば、円周と同じなんでしょって。直径12でしょ、直径12×π12π で終了みたいな風に持っていけるんですけど、まあ、これは覚えても覚えなくてもいいです。どっちでもね。さて、あ、カッコ1番って書くの忘れちゃったけど、まあ、場所でわかるよね、きっとね。じゃあ、カッコ2番の丸1行きましょう。ここから本番ですね。ここから難しくなります。で、まあ、図はちょっとね、同じのを使わせてもらいます。これ図に、まあ、今書き入れますけど、ように、線分 AB を、まあ、直径とする半円の弧状に、まあ、こう、カーブね、ここの上ね。の上に P をまず取りますと。行きましょうか。この辺打ちましょうかね。P が来ました。で、今度 BC を直径とする半円。こっちですね。こっちの弧状に Q を取りますと。で、B と P、C と P、いいんだね。C と Q をそれぞれ結びましたと。では、次の問題に関わるので、こうして、ここ90度しとこうか。この辺ですかね。で、ここも結びますか。こんな状態かな。B と P、C と P、P と合ってるね。で、この時に、まず、丸一番、PBC が65度、ここですね。の時に、影をつけた部分。今、ここですね。ここが影ついてます、この部分。ここの面積を求めなさいという問題です。で、もちろん、こんなね、変な形のやつを一瞬で解けることはできないんですが、方針として、似た図を描きたいね。ちょっと図がごちゃごちゃしてごめんね。見にくかったら申し訳ないんだけど。さすがに曲がりすぎたね。ちょっと待った。まず下の半円しか使わないから、まあ、半円ありますよね。で、ここで切ってます。で、ここにも半円があって、ここなんだよね。出したいのが。で、方針としては、もし、ここの角度ね、ここの角度が分かれば、ちょっとそこと一致させてみてね。ここです。これ今、この部分入ってる。ここの扇形、引く、この、ちっちゃい半円をすれば、ここの斜線出せますよね。だからね、ここの角度が欲しいの。中心角欲しいから。じゃあ出せないかなって考えたときに、これ、円からの半径ですよね、ここ。CB と CP 両方。だから当然ここ65度になります。これ円でよく使うやつね。円のこことここ半径で同じなんで、二等辺三角形なんですよ。だから65、65は一致するから足すと130。なので、残ったのはここ50度ってのがわかります。三角形の残りだからね。ってことは、そこの隣のこれは130ってわかりますよね。今欲しかった角度です。ここ130度。なので、よっしゃ、これで解けると。あとは計算していきます。丁寧にね。で、扇形、ここ今、そこで書いてるけど、まあ、6センチなんですよね。で、面積が使いたいんで、扇形も半径使います。半径かける、半径かける、π。ここまでは円と同じなんだよね。で、それに、扇形は360分の中心角130をくっつけてあげます。これで左側終わり。続けちゃうか。引く、こっちですね。で、今言うここの角度で、あ、ここの面積なので、半径は3です、ここ。今、6直径だからね。つまり、半径かける、半径かける、π。で、半円、円の半分なんで、2分の1をかけましょうと。で、まあ、それぞれ計算してください。引き算は一番最後だよ。計算する。で、まずゼロ切りします。あ、自分ゼロ切りって言うんですけど、これ。ゼロ切りをして、6636と36なんで、約分できるんですよね。綺麗に。で、残ったのが 13π です。左側はね。引く、こっちね、9で2分ので約分できないんで、ちょっとめんどくさいですけど、2分の 9π となります。で、あとは、通分して、こっちが2分の26です。で、2分の9引くから、2分の 17π。で、面積だよね。平方。センチメートルと。これで、OK でございます。で、ラストです。まあ、ここが一番強敵です。まあ、最後だからね。強敵が来ます。で、次が PCQ。
これね、ちょっとこっちはもう、これはね、カッコ1、ごめん、丸1番で使った情報なので、丸2番使えません、この65度。消してしまいます。で、今度は、ここが90度だ。で、この情報だけで、こ、QB。ここです。ここね。と、こ、BP です。ここ。の、和を求めようと。この長さの和だね。さあ、これがめんどくさいんですが、まあ、これはですね、置いて、角度をね、置いて解いていきます。で、結局、ここがね、90度って置いてくれてるので、まあ、そこが中心になるんだよ。で、ここと、ここをそれぞれ、じゃあどうしようかな、どっちでもいいけど、上にしようか。A で下を B度って置きます。まあ、XY でも構わないですけど、A と B ちょっと使っていきます。で、まず下です。下は、これすぐ出せるんですよ。ここがちゃんと、ちゃんとって言い方おかしいけど、大型中心角 B って分かってるので、もうこう BB は出すことができる。だからちょっと楽なんで、あっち先行きます。インクがすげえな、なんかもうなくなるかな。こう BP は中心角 B です。で、半径は6です。ここ6センチだからね。つまりさっきと同じで、あ、ごめん、こなんで直径を使うから12だね。直径かける π かける360分の中心角なんで、今 B をそのまま使います。で、ここは約分しても構わないんですけど、結局約分しても全然OK だったんだけど、自分こういう風に出てきた時に、後で分母、通分することが結構多かったりするんで、意図的に約分しないんですよ、計算するときに。もちろんしても構わないんですけど。なので、今はあえてしません。残します。360分の 12B がまあくっつくんで、まあ順番ね、こうじゃなくてもいいと思うんですけど、一応こう書きます。360分の 12Bπ です。今くっつけただけね。すごく違和感あると思いますけど。で、問題が上なんですよ。はい、上。で、上は、いや、これも同じようにやったらええやん、みたいな感じがするんですけど、これ、A、中心角じゃないからね。中心角は、ここに中心取りますね。こう持ってきた時の、ここが中心角です。今。で、これどうやるかっていうと、今、線引きましたけど、結局、ここの角度が欲しいの。中心角がなかったら、こなんて勝負ができないんでね。で、A じゃないですか、ここ。で、ここの角度も A なんです。ごめんね、スマホで見てる方見にくいかもしれないんですけど、ここも A。なぜかっていうと、この円で見てね、上の円。半径と半径、さっきと同じです。だから二等辺三角形になってるんで、ここは同じになります。A と A。で、ここで三角形の外角のルールを使います。ちょっと同じような形にしようか。伸ばしますよ。今、ここが A なんだよね。で、ここが A なんだよね。三角形っていうのは、内角二つ、A と A 足しました。足したものが、残った内角の外角、ここだよね。と一致するっていうルールがあるじゃないですか。だから、A と A を足した、ここが 2A になるんですよ。で、やったことによって、ここの中心角 2A がゲットできるんです。で、しかも、この A を半分に切っただけだから、ここ3でしょ？これ半径3だから直径6っていうこともわかるので、ここの子がやっと勝負。QB だっけ ?BQ、QB だね。なので、これ入ってる？あ、OK、OK。子 QB は直径6ね、あいつ。これの扇形の半径が3だから直径は6。直径かける π。かける360分の中心角は 2A なんで、こうなります。で、これを無理やりくっつけます。ただ、6に12なんで、12Aπ となるんです。ね、すごいね、なんか違和感ある形になってると思いますけど、で、結局、QB の子、ごめん、子 QB と子 BP を足したもの、和を求めたいんだよね。だからこれを和、足したいんですよ。足し算します。で、そうすると、360分の 12π って共通じゃないですか。だから、くくり出しちゃって、360分の12、まあ、π、これ書こうか。π をくくり出して、a 足す b が残るんです。これを足すと。で、おそらく、ここでつまずく子が出てくると思います。これどういう状態かっていうと、例えば、じゃあどうしようかな。5aπ 足す
語尾パイっていうものがありました。これくくり出せって言われたら、語とパイ、語とパイ共通ですよね。共通で両方にある。だから、同じに一緒にあるものを先に書きましたと5パイ。これくくり出すって言うんですけど。で、残ったのが A とプラスと B が残ったんで、A 足す B が残るんです。括弧の中に。これくくり出しね。で、同じです。やってることは。今5の部分が360分の12って複雑になってますけど、結局は同じものをくくり出しただけ。よいしょ。で、まあ、360分の12は約分できますよね。約分すると、1、30、まあ、12で約分できるんでね。だから30分の 1π、括弧 A プラス B になりましたと。で、どうするかっていうと、これで A 足す B。今これ、90なんですよね。なぜかっていうと、最初 A ここですよね。B ここ。ここ90度って最初に置いてくれてるんで、それ90でわかります。だから、30分の 1π かける90。30と90、約分できるんで、ここ。こうやって。1と3でしょ。残ったのは、こいつとこいつ。つまり、答えは 3π。センチメートルと。これで終了となります。で、まあ最初にも言ったように、今回ね、リクエストいただいたのをね、取り上げさせてもらったんですが、結構たくさんのね、リクエストをいただいております。で、まあいっぱいあるので、全部はね、さすがに取りきれないんですけど、ひとまず、まあいい問題だなと思う問題、まあこれを取ることによって、いろんな方が勉強できるんじゃないかと思う問題を中心にね、まあ取り上げていこうと思いますので、まあTwitterとか、Twitterにね、自分のメアドが貼ってあるんで、まあメアド、直アドでも構わないので、そこに必ず問題と、答え、の写メをね送っていただいた方、そっからしか採用はしないので、まあ、もしねまた何かあるようだったら送ってもらえたらと思います。では今回は高校受験対策動画の図形シリーズ第12弾お送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。ではまたね図形シリーズも撮ると思いますし、別単元も撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もぜひね見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。